はいどうも、VIP です。やってきました。VIP です。よろしくお願いします。VIP です。ですね、本日の動画はですね、あ、ちょっとね、マイク変えました。はい、これ11万円のマイクですよ、皆さん。11万円のマイク。僕の声聞こえてますか？僕の声、どんな風に聞こえてますか？ありがとうございます。はい。いい声でしょ。11万だからね。うん。なので、ちょっと音量とかね、わかんないんで、まあ、編集の時にね、ちょっと小さかったら上げたりはしたいと思ってるんですけども、まあ、今日の動画はね、サムネタイトル見てもらったらわかると思うんですけども、もう皆さん待望でしょ。もうこのコメントめっちゃ多かった。WBC オーダーにダルさん入れてリアでやってみてあります。いやーこれでもこのダルさんです。はい、このダルさん、まだ1回ねやったことありますね。多分200万再生ぐらいされてる動画なんですけども、そちらのオーダーにはダルさん入ってなかったんですよ。なぜならダルビッシュさんが出てなかったから、その時は。ただこの前のダルセルでこの侍ジャパンのユニフォームを着たダルさんが登場したと。ちょっとオーダー見てみましょうか。こちらです。はい、いやちょっと待って、またロスの、ちょっとロスしてきた。また懐かしい、あの WBC の決勝が。まあね、毎度のことでヌートバー選手はいないんで、シュートバー選手を使うんですけども。いや、もうあの時から、え？何年？まあまだ1年は経ってないか、さすがにね。ただ2022年シリーズ2ですからね、これ。約8ヶ月前ぐらいになるんすかね、もう。もうちょい前か。で、投手陣です。見てください、これ。ダルさんがここにいます。はい。で、ちょっと見て、これ。あのね、適性がね、ないんすよ、大谷選手、抑えの適性が。で、決勝のリレーって、確か、今永選手2イニング、戸郷選手2イニング、で、高橋宏と伊藤博美、で、大勢が噛んでるんですよ、ここ。大勢、ダルビッシュ、大谷なんですよね。ただ、大勢選手まで入れる枠ないんすよ。中継ぎが、中継ぎ5やったらいけたんですけど、しかも大勢選手、中継ぎ適性ついてないんで、どっちにしろスピン不適正やったんですけど、なのでね、今日はね、ちょっとどういう系統にするか分かんない。本当は全員継ぎたいんですけど、さすがにね、しかもコンボとか終わってるからね、これ。見てほら、コンボ7800やで。適正ついてないか、不適正やから。まあ、けどね、せめて、今永、ダル、大谷っていう系統はしたいよね。決勝の。なんだって決勝って言ったら、もうダルさんから大谷選手っていうね、あの系統がやっぱり決勝の醍醐味でしたから、まあ、そんな感じでリアタイやっていきたいと思います。あれね、ちょっとね、さ、交換会が、あれね、実はね、交換会やっちゃったんですよ。あのね、本当は今日の動画、交換会で出てきた選手でリアタイやるっていう動画にしようと思ったんですよ、本当は。けどね、やっぱりね、出る選手によって変わってくるやんか、そこは。で、昨日の交換会これやったんですよ。ティノコ、大山、島内やったんですよね。勝利無理っす。うん。せめてね、レベル70とかの打者がもうちょいいたらあれなんですけど、この3人でリアタイ使ってみたら、なんかね、あんまり動画的に映えないと思ったんで、ちょっとこれ断念しました。はい。なのでね、次回もしかしたら第3回で、この交換会で来た選手でリアタイやってみたらあるかもしれないんで、それはちょっとこうご期待ください。うん。ということで、早速侍ジャパン決勝オーダーでリアタイやっていきましょう。何してんねん！さあ、韓流さん、よろしくお願いします。お願いします、お願いします、お願いします。てか、速報です。はい、今、速報、今ね、午前の6時なんですけども、大谷が、ドジャース決まりました。すごい、大谷ドジャースっす、皆さん。しかも、10年、1010億らしいっす。えぐ、1010億やって、単年100億やん。えぐすぎ。え、ちょっと、どんだけ、えぐいってマジで、ほんま、えぐいしか言葉が出ない。しかも、ダルさんと同じ地区なんですよ、ナショナルズ西地区。よいしょ。うわー、マジかー。ナショナルズじゃん、ごめん。ナショナルリーグね。ごめんね。ナショナルズじゃない、ごめん。よいしょ。オッケー。さあ、ドジャタに行こう、ドジャタに。あれ？あー！ごめん。抑えで大谷入れてるから山川が来た。ごめん。なんでよりによって山川な。そっか、一番左に置いてるのか、山川。山川、頑張れ。いや、すごいな、大谷、マジで。ほら、いけ！よーしゃー。まあ、メキシコ戦ではね、レフトライナーで犠牲フライ打ったからね、ちょ、吉田正尚の打ち方変えてほしいな、今の。こうじゃないもんね、今こうやもんね。うん、変えてほしい。森脇、やっぱスピ負けするわ。あ、応援歌聞いて、応援歌。これではバットが出ません、ストライクです。乗れないくらいに飾るタクシー来ました。これ作ってもらいました。すごいこれね、プロスピ、あの、多分おそらく今画像貼ってると思うんですけど、プロスピ応援歌っていうね、チャンネルの方、プロスピの応援歌作ってる方なんですけど、の方に、あの、作ってもらいました。ガセてフライアウト。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。まあ、いって。いや、すごいよね。あの、昨日ね、ツイッチで生放送してて、作りましたって言って来てくれてね、本人が。すごい。はい、リーパイ来ました。リーパイ。ありがとうございます。
まあね、パスワードとかね、その方の動画に書いてるんで、よかったらね、この日プの応援歌欲しいって方結構いたんで、まあ、国民プロデューサーの皆さん、よかったらこの方のね、あのチャンネル飛んで検索してね、見てみてください。さあ今永選手いきましょうか。今永選手どこまで引っ張るかな。あ、ツーシームない。そうや、ツーシームないんや、この今永選手。きつ、しかも内角とも前のまんまやし。さあ、昨日なんか里崎さんが動画上げてたね。おい、ビップくれ、俺でホームラン打てないのはバッティング技術がないからだって。よかったら里崎さんの動画見てみて。結構煽られてたな。確かに、まあ、技術はね、里崎さんの時はなかったけどね。うん、まあ、ああやっていじってくれるのはありがたいですね。まあ、僕もちょっと打てずに里崎さんいじった部分あったけど。いや、なんか WBC のあれ、俺ちょっと今何言おうとしたか忘れた、ごめん。今 WBC のって言おうとしてホームラン打たれて、あのテンプルにパンチ食らいました。はい、何言うか忘れました、ごめんなさい、記憶ないです今。うん、とて、よし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 、これダルさん2イニング目いきたいな。ちょっと大谷不適正なんで、大谷が不適正やから、あんまり早めに大谷に通じちゃうとボコボコいかれるんで、多分とって、いやこれちょっとヒロト行くわ。いや、これ戸郷や、戸郷、これ今永からの戸郷系統ね。いいよいいよ、 WBC 決勝らしくなってきたよ。戸郷はツーシームある、 OK、 フォーク行く。まあ相手打率4割超えてたっけな。 OK、 ナイスボー。いいよ、 WBC 思い出してきたよ今、アメリカ戦思い出してきた俺。けどアメリカ戦やったらダルさんホームラン打たれてるから、ホームラン打たれたらあかん今回は。やばい、戸郷、うわー、負けられへん。ちょっと待って、決勝では負けられへん、さすがに。ヒロト行こう、ヒロト。いや、さすがに負けられへん、マジで。このメンバーで負けたらもう日本国民に怒られる、マジで。ヒロトの横綱、固有ホームなし。オッケー、ああ、固有ホームつけてよ。オッケー、キャッチャー、いける、これちょっとマジでテントル、マジでテントル、黙る、集中する。いや、集中するかわかんない、ごめん、集中トレイン。スピ負けしてんのよ。やばい、もうほんまに、ちょっと待って、さっきまで大会やってたからもうバグってる感覚が。まずい、ダルさん出す前に負ける。源田頼む。いや、ちょっとここ大体行こう、中野がいるから。マキ行こう、マキ行こう。いや、特能出ない。よし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 、つなごう、次誰、中村悠平、中村悠平か、どうしよう。いや、これは中村悠平で行くしかない、しゃあない。中村、マジで惜しい、マジで惜しい。あー、帰るか。うーわ、ここでギャレやん。うわ、しかも落とさ、やばい、ちょっとこれ特能攻めて外しに行こう。やばい、代打がいない。いやー、いける。ワンストライクね。えぐい、えぐい、いきなりギャレットえぐい。これよし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 、いけるいける、次シュート、シュート見せてくれ見せてくれ。うーわ、もうこんなん打てません。うん、打てません、打てないです。きた、知りたい A2G。 待って、最後、いや、落ちる。うわー、よーしよーし、これが知りた方や。うん、お尻だほ。何に反応したんか分からんけど今。でかっ。マジででかい。まさかのこっから追いつくのはえぐい。次大谷やぞ。まず大谷まで。あ、じゃあ大谷ちゃん、次山川や。シュート走ろうかな。いや、まずいか。2-2からは牽制くるから。ここダルさんよ。うん、ここはダルさん。さあ行きましょう。ダルさん。2回からってエースの風格って出なかったんやったっけな。2回は出ないか。1回から投げてないと出ないんやったっけな。ちょっと忘れた、その辺。危な、シュワーバーの悪夢復活かと思った今、ライトスタンドの。危な、いや、うまいなこの方、さすがリボラーや。ちょっと待って、それ走るやん、もうなあ、大谷出そうから、もうそれ走るやん、絶対走る。もういや、もう走らないで約束してくれる。オッケー、ナイスボー。